はい、ワドツー、いらっしゃい。いやー、いらっしゃい。楽しんでってください。応援よろしくお願いします。はい、ワドツーでーす。どうもバカプレゼントありがとう。ハルさんが追い上げてきてるね。ハルさんが追い上げてきてるね。やばいね、ピンチだね。追い上げてきてるね。負けたくねえな、本当に。はい、ワドツー。おお、サリナいらっしゃい。ピーマンこんばんは。楽しんでて。はい、風船ありがとう。春に取られたくねえな。春には取られたくねえな、リスワン。はい、こんにちは。ミクさんいらっしゃい。楽しんでて。ワドです。バカプレゼントありがとう、サリナ。ありがとう。おい、田中さんいつもどうも。ありがとう。今日はね、リスナーさんすごい、登録していただいてるんで、リスナーさん紹介していきます。いっぱいいるよ。今日登録してくれたリスナーさん紹介していきます。ピチオさん、ユキさん、サニーさん、ルル姉さん、クイックさん、リンさん、みかんさん、もとこさん、クーピーさん、チロリアンさん、ゼロさん、いちなさん、シッチーさん、マリアさん、いおりさん、十六夜さん、徳座さん、マチュさん、ブラストさん、マントさん、クワさん、ロンドンパリと消毒球さん、あゆみさん、ロンブローズさん、アンブローズさん、ひめさん、ゆうかさん、ぐのこっちょうさん、どえらいやつさん、まるみさん、キボックさん、新八女信者さん、たつみさん、かおりよさん、ラブさん、ククルカンさん、ミムさん、ブースカさん、ドットさん、みゆきさん、はるさん、つかささん、くみさん、ママさん、エイトさん、グリシュナックさん、ちさつさん、レイナさん、ゆうたさん、ゆらさん、ピンクベリーさん、スカーレットさん、月野さん、つかちゃんさん、ティライミさん、テルチャンピンさん、ゆうかさん、ヨッシーさん、よいこさん、あやかさん、まなよさん、サルさん、なにわもんさん、ガブリンチョさん、アクアさん、フォローありがとうございます。最近ふわっちで埋もれてたけど、なんか対策あんの？最近ふわっちで埋もれてたんじゃなくて、配信やってなかった。配信やってなかった、単純に。テレビの収録とかで忙しかったんだよ。すげえ忙しかった。配信やりたくてやりたくてしょうがなかったもんね。ワード2、エリちゃん、一発目花火ありがとう。一回追い上げてこうぜ。二回、花火ガンガンください。三回、四回、五回。ハルさんに負けないよ。追い上げられてるからね。ね、このままずるずる寝てたらね、やられちゃうぜ。俺撮るよ、今日。あ、テレビ出るよ。出る出る。テレビ出ますよ。ワドツー、エリちゃんありがとう。応援してくれる人、アイテムよろしくお願いします。追い上げてこうぜ。気合い入れていきましょう。あー、肩痛え、マジで。冬のね、海はね、めちゃめちゃ寒いから。思ってるよりも寒い。寒いっていうかもう痛いだったね。マジで。寒いじゃなくて痛いだった。すげえ辛かったわ。あのね、冬の海絶対入ったらダメだよ、みんな。
マジで、やけどするよ。やけどはしねえか。痛い目見るよ。あれね、子供とかだったら、体まん丸いよ。だからデブだって言ってるじゃん。俺気痩せすんだよ。痩せて見えるでしょ。俺まん丸よ。そう、ブーちゃんだよ、ブーちゃん。俺デブだもん。今人生で一番太ってんだよ。ここ3ヶ月ぐらいで、体重どれくらい増えたかな ?15 キロぐらい増えた。気痩せすんの。おい、小田井、ワード2。いつもありがとね、小田井さん。楽しんでって。気合い入れていきましょう。今日は、沸かせる日ですよ。今日は、取りに行く日ですよ。よろしくね。デブではないだろう。いや、それ海の配信見てないからだと思うよ。今日海の配信で上半身裸になったけど、キャプられた画像とかあるけど、デブでしょ、あれは。リスワン撮ったも同然じゃないね。2位の春さんと、何位差だろうな。2位の春さんが、今1000個差がついてるの。で、今の配信見たら1300だったから、おそらくなんだけど、俺の予想500は追加されるの。だから、俺が新規のリスナー、あとね、だいたい800人新規リスナーが来たら勝つね。5000人いったら勝つと思う。なんでかっていうと、多分、金梅さんと台本組んでるから、金梅さんが合流して、金梅さんリスナーがドカッと入るんだよ、今日。だから、俺が戦ってんのは、春さんじゃなくて、裏にいる金梅さんと戦ってるんだよ。はい、春ちゃんこんばんは。汚ねえ裏技使おうかな。汚ねえ裏技1個使う手はあるよ。汚ねえ、強敵でしょ?汚ねえ裏技使う手があって、金梅さんに会いに行くわ、くやったら、俺は多分勝てるだろうね。うん。金梅さんキャス終わった?秘策が1個あるよ。俺が金梅さんに会いに行くんだよ。そしたら春さんが狙ってる金梅さんのリスナーは被るわけよ。うん。わかる?うん。カメアリ行こうか。じゃあ、金梅さんに会いにカメアリ行っちゃう?そうやってね、手段を選ばずね、そうやってね、金梅さんのネームバリューで勝負するんだったら、俺も使うよ。配信歴3年目、汚い手なんかいっぱい持ってるんだよ。うん。わかる?あんなね、台本集がするね、金梅さんの名前出したね、チャラチャラした女に負けるわけにはいかないんだよ、こっちは。それが配信者でしょ。うん。今夜も玉金が痒い。コメントありがとう。スウィンドル、そろそろ俺のことフォローしてくんね。な、それが配信者だろ。わかってるでしょ。要は、潰す手なんかいくらでも持ってるんだよ。潰そうと思えば潰せるんだよ。うん。よし。じゃあ、金梅さんに会いに行こうか。行っちゃう?はい、古代さん花火ありがとう。はい、1回、2回、3回、4回、5回、花火ありがとうございます。花火ありがとう、エリちゃん。いいね、ケーキ好きに行こう。1回、2回、いいね。3回、今日は攻めるよ。3回、4回、5回、エリちゃん、古代さん、花火ありがとう。今日は、リスワン取りに行く日だから、俺。今日取れなかったら今月厳しいよ。まあ、ちょっと一回休憩しよう。まだ焦る時じゃないから。行くか。充電させて、ちょっと。このパソコンの充電が終わったら速攻仕掛けるから。あと1時間待とう。体しんどこうだけど、テンション上げていこう。上げてこう。はい、ありがとう。みさきちゃん、いつもありがとう。リスワン撮ろうね、一緒に。1回、2回、3回、4回、5回。よし。リスワン撮ろうぜ。金梅さんに会いに行くか。便所太郎さんも金梅さんに会いに行くって言ってんの。いや、俺は全然フットワーク軽いよ。狙ってる日は軽いよ。やっぱね、プロ配信者たるもんね、ベンゾさんと被っちゃう。被っていいんだよ、仲間なんだから。仲間なんだから被っていいんだよ。うん。
レンジャーさんあれでしょ？ふわっちでやってるわけじゃないでしょ？ふわっちでやってるわけじゃないでしょ？キャスでしょ？あ、大丈夫大丈夫。かぶったらさらに美味しいから。うん。行くぜ。金梅さんに会いに行くぜ。ちょっと充電させて。充電だけ。明日休み取らない。もう今日、だって今日サボってんだから俺。今日サボり配信、サボっちゃったんだもん会社。まあ行ったけど、行ったけど一応。サボりはサボりだから。バイク乗ってるよ、ツイキャスで。バイク配信できるんだ。充電だけさせて。金梅さん会いに行こうぜ。カメアリだよね。カメアリってどうやって行くんだ。バイク乗ってないの？フェイクの、うん、バイクは乗ってないんだ、うん、なるほどね。便所はテロップ詐欺だった。さすがだよね。さすがだよね、本当に。持ってるわ。いつも通りの部屋から配信中？さすがだわ。持ってるね。うん。便所に騙された。いいね。え、ていうか、便所さん本当に行くんだったら一緒に行かないかな。便所さん行くんだったら一緒に行きたいよね。便所さん行かないのかな。新しいフォロワーさん、のゆさんフォローありがとう。ありがとうございます。うん。お、春が終わった。春放送終わった？春放送終わった？春終わったね。どれくらいいくかな ?3175。3175か。3175だから、多分俺の予想600ぐらいなんだよ。上がるの。新規リスナーだから。高野はちみつさんいらっしゃい。楽しんでってください。多分ね、これ600ぐらい上がるはずなんだよ。俺の予想。で、8時に上がるから、ちょっと8時まで様子見よう。で、これで上がる。あ、まあ、上がりにしよう、上がりにしないで、金梅さんのところ行こう。とりあえず。それでも俺の勝ちでしょ。だって春は、金梅さんのリスナーとガチガチに被ってて、金梅さんのリスナー取りに行ってるはずなんだよ。つまり、俺が金梅さんのところに行くっていう配信したら、金梅さんのリスナーこっちに来るでしょ。カウント上がるから、俺、サメ島さんとテルチャンピンと俺と、で、金梅さんになるわけな。で、下手したら春のリスナーも来るわけだから、絶対勝つよ。うん。これが配信だよ。これがイストリーゲームだよ。うん。そう。ダーティーなことやるんだったら、ダーティーなことやっていかないと。目には目を、歯には歯をだよ。ちょっとタバコ吸おうか。バカ野郎、俺配信者だよ。みんなが笑ってくれるんなら何でもやるっしょ、うん、はい、モノノフ X ゾーンいらっしゃい。ごめんね、今日いっぱいコメントしてくれたのに全然拾えなくて申し訳ない。ハルさん始まった？おー、仕掛けてくるね。どんなタイトル？始まった、仕掛けてくるね。これね、小刻みにやってんのは閲覧のカウント計算してるからだよ。確実に取りに来てる。確実に取りに来てるね。今日リスワン取りに来てる。これはこの動きは取りに来てる動き、うん、37さっき何だったっけ。3702になった。3702取りに来てるね。やっぱ狙い通りだったでしょ、うん、星ホタルイカね。絶対取りに来てるわ、これ。うん。ハルさん今日今どこにいんの？ハルさんに会いに行って、ハルさんに会いに行くっていう手もあるよね。負けない負けない。ハルさんどこにいるか分かる人いる？怒られたっていうか、まあ、叱られたっていうか、なんていうか。いや別に詰められたりはしてないけどね。バーガンプレゼントありがとう。ブーさん、ありがとう。頑張るよ。バカプレゼントありがとう、うん、金梅さんに電話してみようかな。金梅さんに電話してみようかな。
親子でやってるお店？ああ、じゃあ母親のお店ってこと？あ、YouTube 登録よろしくお願いします。ああ、戻ってきたね、感覚がね。つみきちゃん、ハートありがとう。あ、リスワン頑張ってってコメント流れてるね。どうすっかな？どうすっかな？多分今枠開き直したからリスナー被ってるから、こっから結構頭打ちだと思うけど、あと500差だから、俺も、もう一回神回起こさないときついんだよね。便所さん、春さんの話してる。もう一回俺神回起こさないと、多分ね、5500から6000いったら春さん負けるんだよ、多分、実力的に。実力的に絶対負けるから、俺があと1300新規を集める何かネタを作らないといけないんだよね。今見に行ったけど、リスワンって何？アイテムに反映されるの？とか言ってた。なるほど。しらばっくれるのか。まあでも、稼いでるからな。正直、狙ってないだろうね、そこは。狙ってないふりをしてるだろうね。どうすっかな。金梅さんに会いに行こうか。何が今リスナー求めてるかっていうのを察知していかないとな。うん。新しいフォロワーさん、青リンゴさん、フォローありがとうございます。おー、マントさん、どうもです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またぜひ、なんかあったら声かけてください。ありがとうございます。金梅さんに会いに行くか。金梅さんに会いに行く。あ、フォローありがとうね、アオリングさん。楽しんでて。すげえ嬉しいっす。よろしくお願いします。さっきの配信では金梅、ふぬけてた。金梅さん行くか。うん。金梅さん？そうだね。このままだと抜かれるね、確実に。ちょっと8時まで待って。ゼリーだけ持ってく。何？ゼリーって何？ゼリーだけ持ってくってどういうこと？風船10個ありがとうございます、アオリングさん。金梅さんに電話してみる？金梅さんに電話してみる？金梅さんに電話してみる？配信中に電話したら怒らないかな？風邪ひいてる？あ、そうなの？うん。風邪ひいてんの今、さとみさん。金梅さん今タクシー？亀有帰るって言ってた。亀有帰るって言ってた。亀有か。うん。たかやん、お疲れ様です。楽しんでってください。うん。でも手土産が欲しいな、なんか。やっぱね、売名させてもらうにはね、向こうも喜ぶことをしないといけないから。やっぱね、ただ売名するっていうのはかっこ悪いから、金梅さんが、こう金梅さんが面白がる手土産が俺は必要だな今。新しいフォロワーさん紹介します。クニオさん、クニオさんフォローありがとう。里見と喧嘩したため多分亀有。中門じゃなくて亀有ね。門中か。門中じゃなくて亀有か。電話してみようかな。電話してみようかな金梅さん。うん。金梅さん電話してみようか。出ないね。出ないね。金梅兄さん出ないね。朝日スーパードライをたくさん持っていけば。金梅さん喜ぶかな。金梅さん喜ぶかな。でもな、なんか他人のふんどしで勝負したくねえっていうのもあるよな。先月はさ、金梅さんとさ、新野町とかさ、里見さんとかさ、ねえ、ヒカルくんとかさ、あの辺じゃん。ミキティとか。あの辺の司会があったから勝ったっていうのあるじゃん。ここで、自分の配信で、自分の配信で沸かせないと先はないよな、正直。ただでさえさ、テルチャンピンとサメ島さんのコンボがあるわけだから。うん。テルチャンピンとも約束しちゃったしな。うん。ありがとうございます。花火ありがとう。そこはあるよね。なんかプライドもあるよね。一回、二回、三回、四回、五回、
絶対プライドもあるから、そこね、結構大事だと思うんだよね。何やったらなんか新規リスナーバカだっつって笑ってくれっかな。キッズたち沸かせたいよね。自分のスタイル貫くのも大事だよね。今日はいいけど、その配信長い目で見たら、あんまりいい手じゃないと思うの。金梅さんも気持ちよくないじゃん、やっぱり。こういう時だけすり寄ってきやがってって絶対になるから。やっぱ金梅さんやめよう。金梅さんとはいい付き合いしたいから、なんか利用するのは良くないよね。よくよく考えたら。金梅さんの名前使って、ね、やったら金梅さんの実力だから、なんか、どっかのハゲみたくなりたくねえじゃん。うん。どっかのハゲみたくさ、なりたくねえよ。キャスやってないよ、俺。うん。やってない。俺、ふわっち一本で今考えてる。たまーにやるけど、まあ、メインはふわっちだね、あくまで。で、過去のログは全部 YouTube に上げるっていうのが俺のスタイル。だから基本的には Twitter をフォローしてれば、全部の告知が行くから、どこで配信やっても告知が行くようにしてるから、Twitter フォローだけしておいてもらえれば、チェックはできると思います。どうしよっかな。自分の枠で沸かせたいよな。何がいいかな。うん。二丁目配信とか、もう、やり尽くした感もあるしな。おみくん、いらっしゃい。こんばんは。楽しんでてください。風前熟語ありがとう、高山さん。ただね、今日はね、だらだら雑談をしたくない。取りに行くんだったら攻めの配信だと思ってる。うん。金梅さん売名はないな。ぶっちゃけ男子、金梅さんの手を使ったら絶対勝てるもん。絶対金梅さんの名前使ったら勝てるじゃん。でもダサいじゃん、正直。正直絶対アンチ増やすだけだよ。もう、なんか二の前に、なんか闇将軍と同じことやりたくないし。うん。なんか闇将軍のことディスってて、お前それないだろうってなるよね。人の名前出すなっていうのは。やめよやめよ。春さんのコメ欄に望みが来た。持ってるね。持ってるね。さて、残り何時間 ?8 時間で、8時間で、8時から ?8 時、8時20時だから4時間残ってる。残り4時間で、あと新規を何人集めるんだ。残り4時間で新規を集める。新規。ちょっと待ってね、計算するわ。残り4時間で、新規がドカッと来る。1400でしょ ?4200 か、今。4200だから、やっぱ1300人ぐらい必要だね。1300人ぐらい必要だね。なんかねえかな。手持ちのネタ?リストアップ?手持ちのネタのリストアップ?仕方ねえな、やっちゃうか。あ、どうもどうも、バンダローさんいらっしゃい。うん、追っかけてきてるからね。仕方ねえな。持ちネタで切り札出していいの?今日は。持ちネタで切り札出していいの?いや、言うなよ。コメント書くなよ。出すか。あいつ呼ぶか。あいつ呼ぶ?いや、俺にはね、一個だけ切り札ある。あー、そうだな。一ヶ月前ちょうど呼んだしな。あいつ呼んでくるわ。あいつ呼ぼう。俺の親友呼ぶわ。親友呼んでくるわ、ちょっと。
カ配信行く？サッカー配信行く？とりあえず。とりあえずサッカー配信行く？行くか。サッカー配信行こうか。ねえ。サッカー配信行く？行っちゃう？俺ら。ねえ、行く？行きたいの？行きたくないの？とりあえず行こうか。とりあえず行こう。ただね、これ一個だけ欠点があるんだけどね、コメントが全然見えないんだよね。コメントが全然見えないの。大丈夫かな？コメントが見れない配信者とか結構きついで。ちょっと一回落ち着こうな。とりあえずこういう手段もあるっていうね。とりあえず俺にはこういう武器も持ってるんだよっていうのをみんなに、俺にはこういうスタイルもあるんだよっていうのをみんなに伊達に3年やったやいから。配信歴が3年。会社の人も見てるんだよね。会社の人も見てるんだよね。俺31だよ。ねえ、1985年生まれだよ。悔しい、俺はマジで悔しい。コメントが見えない。ちょっと待って。流れてるのはわかる。流れてるのはわかってるんだよ。コメントが見えないんだよね。ちょっと待って。パソコンに近くに行くから。ああ。ああ、見えてきた。コメントが見えてきたね。そうだよ。こちらヒューストン。メーデー。こちら火星の窓。お願いヒューストン。お願い、届いて。酸素がもう足りないの。ヒューストン。メーデー。こちら火星の窓。もう酸素が限界。なんて宇宙は孤独なの？お願い、届いて。
お願い、ヒューストン。地球に帰りたい。酸素がもう3分しか持たない。お願い、地球の誰かこの電波を拾ってヒューストン、お願い。NASA の職員何やってるの？火星はすごい寒い。すごい寒い。なんて綺麗なんでしょう。地球ってなんて綺麗なの？ママに会いたい。どうしたらいいの？わからない。こんなところで一人になるなんて。私、ハーバード出たのよ。ハーバードをトップの成績でクリアしたのに、なんで火星に置き去りにされ、ヒューストンお願い電波を拾って、酸素が。待って。酸素ボンベがこの辺にあったはず。そういえば、酸素ボンベの予備があったはず。探さないと。ヒューストン、この辺にライトがあったわ。そう、火星は真っ暗。宇宙ってこんなに暗いなんて。教科書で教わったはずなのに、ヒューストンお願い。どこなの、ヒューストン。ライトがあったわ。この辺に、残り酸素ボンベの酸素が少ない。あったわ、酸素があった。落ち着いて、はどう？赤のコードと青のコードを間違えないで。赤のコードは、酸素を取り入れる。どっちだったかしら。私、ハーバードを卒業したのに、赤のコードと青のコードがわからない。どっちだったかしら。青だわ。青でいいかしら。酸素の吸引に成功。こちら火星の窓を。記録を残しておかなきゃ。酸素の吸引に成功してました。こちら窓を。ミッション、トリプルスリーに成功。ミッション、トリプルスリーに成功。お願い、ヒューストン。お願い、届いて。この酸素には限りがあるの。待って。太陽の方角が。助けに来たの？あれは流れ星なんかじゃない。ディスカバリー号だ！ヒューストン！私のことを見捨てなかったのに、ヒューストン！応援が来たんだわ！墜落しちゃった。そう。墜落したわ。火星への着陸に成功したのはこの機体だけだよ。だから言ったじゃない、ヒューストン。予備の宇宙船はどこなの？もう酸素がない。どうすればいいんだろう。こんな時冷静になれってお父さんが言ってた。ハイスクールを卒業した時も、ハーバードの面接の日も、彼氏に振られたあの日もお父さんは落ち着きなさいって言ってた。ダディ、やっとコメント見れたわ。
やっとコメントが見れたわ。久々に寸劇やったな。あ、どうも、ただいま。どうも。まあね、やっぱりね、キャリアが長くなるとね、いろんなことができるようになるんだよね。どうも、ただいま。まあまあ、こういうスタイルもあるし、手数はいっぱい持ってるから、まあ落ち着いていこう。ただいま。地球に帰還しました。どうも。やっぱ火星って怖いっていうのがすごい伝わったはずなんだよ。火星の怖さ分かったみんな。すっごいもう怖くなったでしょ。火星めっちゃ怖いぜ。火星で、こう、仲間のクルーたちがいなくなってミッションに失敗していって取り残されたキャサリンっていう役なんだけど。やっぱね、キャサリンはやっぱ孤独だよね。キャサリンは、あの後、ちゃんと地球に戻れるから。みんな安心して。キャサリン幸せになれるから。今、3人子供いるから。今、3人子供いる。で、NASA の火星探索チームの、コンサルやってるから、今。キャサリンはちゃんと今、幸せになってる。もっといっぱいあるんだよ。もっと。もっといろんな出来事があるの。キャサリンはね、いろんな苦労してきてるから。俺が、ベテラン俳優なの分かった。っていうか、本当に、あ、ここ腫れてんな、今日。そう、地球をくるくる回って、そう、キャサリンは帰還するから。もったいねえよなぁ、これ。春の放送見に行ってる500人は、キャサリンのこと知らないからね。キャサリンを見れなかったわけだから。いつか後悔するよね。いい話だった。今のエピソード7だね。今のはエピソード7だね。一番感動するの3だ。3が一番人気あるよね。NASA に合格した時のキャサリンの初めての訓練があるんだけど、水中訓練で初めて挫折を味わうキャサリン編が一番感動したってみんなに言われる。やっぱ3だよねって、キャサリンは。2が意外と人気ないから、2は。2はね、予算かけすぎてね、ちょっとね、逆にないなっていう。ちょっとやりすぎたなって言われてるね。金かければいいってもんじゃないよねって言われた。キャサリンは。CG とかやっちゃったから。CG 入れればいいってもんじゃないよねってなった。レンタルしてないんだよ。廃盤になっちゃったの。そうそう。ディズニーとか、ピクサーとかディズニーの関係でちょっと、権利の関係でちょっと揉めてるんだよ、今。レンタルやってない。日本にはないの。アメリカではあったんだけど、今ない。そう。ちょっと権利で揉めるの。昔の作品ってそういうの多いから。ちなみに今のやつはディレクターズカット版だから。今未公開シーンいっぱい入ってたからね。さてどうすっか。遊んでる場合じゃないんだよ。こうやって遊んでるうちに俺はリスワンを前回取りこぼしたんだよ。忘れてたわ。未公開シーンを俺の再現で見れたのはちょっと感動だよね。そうだね。このままだとちょっときついね。そうだな。確実に負ける流れになってきたな。惨敗する流れになってきたな。どうしようかな。見れてよかったよ。ファン待望のやつだから。ファン待望のやつだよ。意外とシリーズの3もクロート好みだよ。シリーズ3って名作なもんだって。ロバート・デ・ニーロ主演だよ、だって。3は。
キャサリン、恋に落ちるキャサリンと、共感役のロバート・ディニーロとのハードラブだよ。うん、まあ、結ばれなかったけどね、結局ね。ディニーロとは結ばれなかったよ。あれ泣けるよな。俺泣いたもん、最後。ディニーロこうやってやるし。あのシーン泣けるよな。更新時間はね、枠切ったら更新時間なんだよ。うん。春配信終わった。確実に狙いに来てんじゃん。何がリスワンわかんねえだよ。確実に狙いに来てんじゃん、これ。いちいち1時間ごとに配信切ってさ、ちょうどよくさ、自分が何人増えたか豆にチェックしてるじゃん、これ。怒るよ、俺。あー、エヴァとね。そう。キャサリンの親友のエヴァとね。そう。ハーバード時代のエヴァちゃんね。そう。1位か。配信終わってない。ハルさん、細切れ配信。狙ってるんだよ、だから。せこいよ。キャサリン。劇場版キャサリン。コメントいっぱいしてもらって、ポイント稼ぎ。ああ。4278。なら、うわぁ、超えたか。あー、取られた。取られた、取られた。取られました。4278。ひっくり返ったね、これ。ひっくり返ったね。わかる？冬の海に飛び込んだ男が一瞬で女の配信に負ける瞬間、これ。厳しいだろ、この世界。ね、テルチャンピンに突して、冬の真冬の海に飛び込んで、悲しいだろう。これね、負けた日ね、本気で泣くやつだよ。俺10月の末本気で泣いたかんね。本気で泣くやつだよ、今日。本気で泣くやつ。もうやめる気ねえな。1万円取りに来てんな、これ。いや、でも俺諦めないよ。うん、俺諦めないよ。最後の最後まで諦めねえよ。せちがれえよな。でも、実力だから。でも、受け入れないといけないんだよ。今日全力でやったら明日良くなるから。頑張る、頑張る。取る。俺は取る。頑張るよ。気合、努力はね、伝わるから、いつか。リスナーさんに伝わるから。うん。未来の自分を良くするために頑張んないと。そう。どうすっかな。何か策あんの？何か策あるっていうか、キャサリンとコンドームマンが受けてちょっと満足しちゃってる自分もいるよ。本音を言うと、ちょっと久々にわらわら取れた自分に酔いしれたいっていうか、そういう自分もいるよ。右のリンパやばいでしょ、本当に。パンパンでしょ、超痛いもん。どんな手を使ってても取れ。最後まで応援してる。いいね。暴君だね。頑張ろう。頑張ろう。とくざさん、ありがとうございます。ハート。どうすっかな、サメ島さんとコラボは一人で頑張りたい。あんまり、頼り方間違えたらダメだなと思ってんだよ。ぶっちゃけな話すると。ぶっちゃけ、金梅さんも鮫島さんも優しいから、いいよ、ワド来いよっていうのは目に見えてるけど、絶対言ってくれんの。うん、取らせてやるよって。でも、自分の力じゃないんだよね、それ。どうしようかな。6文字以上がポイントになるらしい。あ、そうなんだ。ありがとう。でもね、あんまりリスナーさんにも負担かけたくないんだよね。リスナーさんは、単純に楽しんでもらいたいの。本音を言うと。リスナーさんは、ただ面白ければいいんだよ。これは俺の戦いだから。俺の戦い。だって、リスナーさんに6文字以上打てとか、アイテムよこせっていうのは、いずれ疲れるもん。見てて疲れたくないでしょ、みんな。やっぱさ、純粋にお客様じゃん。ぶっちゃけた話言うと。楽しみたいわけじゃん。で、楽しかったら、絶対、また来てくれるもん。そういう配信者になりたい。でもそれを受け入れてくれるのは、和藤さんの人脈の力。
うん、でも、そこに甘えてばっかりいたら、金魚の糞みたいになっちゃうんだよね。嫌なんだよね。かっこいい先輩見てるから。いやー、すごいよ。やっぱり。見習うことじゃないよ。もう勉強勉強だよね。やっぱり。大手の。自分より実力上の人は年齢下でも上でも関係なく、全部大手だよ。うん。湘南の海、江ノ島っすね。月野さんありがとう、見てくれて。ありがとうね。来てくれてありがとう。ハートプレゼントありがとうございます。ハートプレゼントありがとう。どうしようかな。だから、リスワンのことは一回忘れよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。初見さんいらっしゃい、もっちーさん。一回リスナーワンのことは忘れよ。これは俺の問題だから。みんなの問題じゃないから。俺が頑張ればいいことだから。今日何見たいか話そう。今日何聞きたいか。俺と do it しようぜ。俺と do it。配信楽しもうぜ。うん。配信楽しもうぜ。俺らは俺らで。この集まった最高の仲間たちと。すでに今日はサメさんにもテルちゃんにも助けてもらってる。そうだね。そうだよ。うん。プーさんありがとう。うん。どんな配信見たいかさ。やっぱ俺らのこの集まった90人のファミリーとさ、楽しまないといけない。do it しないといけないんだよ、俺らは。うん。そう、それが一番大事なことだから。リスワン取ることよりも。レッツコミットだよ。うん。だんだんルー大芝みたいな枠になってきたな。うん。お邪魔します。リスワン頑張ってください。リーカさんありがとうございます。頑張ります。うん、楽しんでってね、うん。でもね、こうね、いつもあるんだけど、いつもなんだけど、全部重なるの。リスワンも取れそうな日、フォロワーさんも1000人超えそうな日、ね、見て。フォロワーさんも1000人超えそうな日、あと29人で1000人行くの。記念日でしょ?じゃあ今度他のことも言うよ。ね。ツイッターもあと3人。フォロワー3人で500人行く。全部重なるんだよ。こういう日なんですよ。こういう日に、はぁ、キャサリン呼ぼうかな。パート何が見たい?パート何が見たいの?はい、ワトツー。キャサリンパート3火星編の冒頭の10分だけお見せしたけど、パート何が見たいの?パート何が見たいの?マイクのレベル高すぎる。オッケー。はい。ありがとう、教えてくれて。あ。です。どうですか?なせばなる、なさめばなる、何事も。誰の言葉だっけ?武田信玄だっけ?うん、キャサリンはもういいか。うん。2回やると滑るからな。ちょっと待って、ジュース飲んでいい?ジュース買ったっけ、俺。ジュース買ってないか。パンだ。パンとクッキー買ったんだ。メロンパンと、うん。コーヒー買ってきていいっすか?コーヒー買ってきていい?ちょっと、トーク楽しもう、うん。何がいいかよりできることを片っ端からやってみたらどうかな。それいいね。それいいね。ジュース買ってくるわ。
キャサリンひどかったとか言わないでください。聞こえてますよ。悪口言わないでください。タイマー、タイマー、ケピー、ハート、ハートじゃないや、付箋とバカといろいろとアンチコメといろいろありがとう。タイマー、うん、なんか外がサイレン鳴ってたんだよね。なんか目覚まし時計じゃないんだよ、サイレンみたいなリーンって鳴ってんだよね。火事かな、何なんだろう。リーンって外ずっと鳴ってた。火事かな、何なんだろう。すげえでっかい音でなんか真っ白にリーンって鳴ってんの。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、まさまささん、リーカさん、ワイシさん、スウィンドルさん、ノノンさん、フォローありがとう。Thank you。 なんだろうね、火災報知器っぽかったよ。なんかリーンってなってんの、非常ベルみたいなのがずっと。だどっから鳴ってるのか特定はできなかったんだけど、なんだろうなあれ、うん、どっかで火事起きてんのかな。多分ね、この辺の界隈だと思うよ。追い越されちゃったよ。うん。実力不足だよ。まだ諦めてないけどね。まだ諦めてないけど、追い越されちゃいました。追い越されちゃいました。すいません。俺が一番悲しいんだって。俺でも、俺今ここ、俺が一番心折れそうだから今言わないで。春さんの話で本当にやめて。本当もう俺今涙腺ぐーってこらえて悔しいのここまで来てるから、それをぎゅーって抑えてんの。大丈夫っつって、いけるからっつって、俺やるからっつって、すっごいパワーで抑えてんの。言わないで、気使って。もう本当に俺が一番悔しいんだって俺。もうやめよう。愚痴は良くない。愚痴は良くない。実力、実力、実力。トモさん、ありがとう。頑張って、頑張ります。くそ、ほんと悔しい、ほんとに。ほんと悔しい。諦めてないよ、俺は。前回それで悔しい思いしたかんね。だから、結局そうなんだよ。結局、日々の積み重ねなんだよ。3年間頑張ったからここまで来れたとも言えるし、3年間頑張んなかったからこの程度とも言えるんだよ。これだよ。全部自分のやってきたことなんだよ。風呂入ってないし、顔が腫れとるし、ワイルドだな。それは、顔も腫れるしさ、温泉入りたいよ。銭湯に行きたいよ。ご飯も食いたいよ。うん。どうやったら応援できるの？いいよ。そんなこと気にすんな。楽しんでくれ。お前らが笑ってくれるのが一番の応援じゃい。月末までありますから、マイペースで行きましょう。いや、やっぱね、その、今日っていうのがあるんだよ。今日っていうの。だって、30日に撮ってるリスワンと、1日に撮ってるリスワンの違いみんなわかる？重みが全然違うの知ってる？これ、リスワンってどういう仕組みかっていうと、1ヶ月に1回撮ったら終わりなんですよ。つまり、1ヶ月に1回撮ったら、もうレースから外れるの。っていうことは、一番難しい日っていうのが、あの、月頭の1日が一番難しい日なの。だから、早く取れば取るほどかっこいいの。ね？ここで実力差が出るの。だから、人数が多い順に並んでしょ？金梅さん9000でしょ？で、つばにゃん、7000でしょ？わかる？で、金梅つばにゃんって出てるでしょ？先月の見てみようか。先月の見てみよう。ほら、金梅つばにゃん。わかる？もう力関係がもろでんの。つばにゃん金梅。すごいでしょ？すごいでしょ？だから結局これ面白い順なんだよ。これ。変わってないの。だから最初の方に撮れる配信者ほど実力ありますよって書いてあるのよ。わかるでしょ？で、やっとここに来れたの。13日に来れたんだよ。石川のりゆきの前に来れたのが、どれだけ嬉しいことか。そう。これはだから、もう配信者の中の、もう内輪の、もうプライドをかけた戦いなのよ、この辺は。要は先に撮ってる方が格上、後に撮るやつは格下みたいなのがあんの、配信業界に。そう。そう。だから、なるべく、やっぱ、撮れる時に、撮るっていうのはかっこいいんだよ、やっぱ。格ができるんだよ、ここで。うん。いや、これはね、石川のりゆきが結局、次の日に撮ったの。
要は、本当は実力が勝ってて、枠閉じた瞬間に俺の負けが確定してたの。俺は6000人行ったんだけど、石川紀之は普通の雑談で飯食ってるだけでもう7000人行ってたの。で、5分前に枠閉じたら終わりだったんだけど、次の日まで、24時間後まで枠またいたの。つまり余裕で取ったの。俺は石川紀之が、もう配信終了ボタンを押した瞬間に負け確だったの。運で取れたの。そう。そういうね、静かな静かな戦いがあるんだよ、配信者には。そう。そうなんですよ。こういうね、裏側のね、静かな戦いがあるの。で、テルチャンピンも言ってくれたんだよ。今日和道さん取らせたいって。俺もう今月取ったんで、和道さん取らせますよって言ってくれたんだよ。うん。石川の流儀でレジェンドだもん。パフェありがとう。バカありがとう。すごいよ。だから石川の流儀クラスになるといつでも取れるの。どの辺で取ろうかな。和道頑張ってるからちょっと、俺明日でいいや。ってできるのよ。俺もそうなりたいの。俺は、前回のなんで取れたかっていうと、もう取るって決めてて、要は、司会業で、金梅さん、新野町、つばにゃんじゃないや、さとみさん、ひかるくんってもう、メンツが揃ってたの、ミキティとか。この日に司会やるっていうことはさ、もう取れる可能性高かったの。だから寝ないで前の日から浅井さんに会ったりとか、カラオケ一人配信やったりとか、外配信とかやって、要は今日と同じノリで、この日は取る日っていうことで、ブワーって回してたのよ。そう。そういうね、裏側があるんですよ。でも、それは、ぶっちゃけた話、リスナーさんには全く関係ないことだから。全く関係ないこと。リスナーさんは楽しむべきなんだよ。そう。それが一番の応援だから。うん。金梅も米に来たよ、あっち。金梅さん取らせたいんだろうね。多分。今日、春さんに取らせようっていう。感じでしょ。多分ね。俺が3日4日前に言った配信で言ったの覚えてる？要は他人と比べるな、自分との戦いなんだよっていうのは、こういう日によく現れるの。だから他人のこと気にしないで、毎日毎日積み重ねだよってよく言うでしょ、最近俺。他人と比べてもダメだよ、自分の道だよって。結局、今あがいたところで、いや、なんつうの、売名みたいなことはできるんだよ、ぶっちゃけ。さっき言った金梅さんに突つとか、誰々に突つとか、ね、やれば絶対人来るの分かってるから。でもそれをやり続けた結果、俺は嫌われたんだよ。だから、それはね、やっぱね、もう実力がないんだったら負けなさいってことなんだよ。うん。実力磨きなさいってことなの。そう。それは痛いけどね。いや、これはね、これ本音よ。これ本音。うん。だって、面白かったら人来るもん。でしょ？面白かったらみんな見るんだよ。つまらないから見てもらえないんだよ。結局こういうことなんだよ、配信って。自分のことを磨き続けたやつ。女の子だったら綺麗とかさ、その、色っぽいとか、もう、配信のコンテンツなんだよ。うん。女を売るっていうのも。男はさ、その、面白いとか、はちゃめちゃとか、気違いとかさ、トークとか、もう技術を磨いていくしかないんですよ。体張るしかないんですよ。うん。そう。だから俺は今日頑張る。それだけ。今日みんなと楽しむ。今日みんなとやれることをやる。それでダメだったら俺は受け入れる。それが俺の配信論だよ。うん。いや、そういうもんよ。本当に。そう、若い時だったら違うよ。多分ね、配信始めて2年ぐらいだったら、もう今頃金梅さんの家でどんどんやってるよね。開けろーっつって絶対やってるから。それで俺うなにパソコンぶっ壊されたの。おめえバカ野郎この野郎っつって、あとてめえ何しに来てんのこの野郎っつって、帰れバカ野郎っつってガチャっつって怒られたんだ。そっから学んだんだよ。うなちゃんの置き土産だよこれは。そう、成長しないとね、なんとか将軍みたいになっちゃうから。なんとか将軍みたいに売名するだけで自分の実力みたいになっちゃったら終わりでしょ。うん。おい、ワード、俺はよ、引退したけどよ、お前の枠見てっからよ。ああ、お前じゃよ、よバカ、お前椅子ワン取れるわけねえだろうがよ、バカがよ。ああ、おけるけって多分ウナも言ってるはずだよ。今ウナがこの枠ロムってるから、
死んだ、もうだって配信やめて引退したんだから死んだ人でしょ。天国、天の声だよ。天の声。だってもう配信引退したんだもん。俺はよ、バド。調子に乗りすぎてよ。ああ、ヤクザの名前出してよ。詰められてっけどよ。見てっからな、おい。部署、ガランガラン。ああ、いい顔してる。そうだな。天国に行ったちゃんまんのためにも頑張んねえと。天国、天に召されたちゃんまんのためにも頑張んないと。うん。のんたんはね、パチンコ疲れて負けたから寝るって言ってた。LINE が来て。うん。負けました。寝ますって。パチンコ出ませんでした、ワドさん。寝ます。おやすみってスタンプが来てたの。多分ボロ負けしたんだと思う。イベントで一週間前から楽しみにしてて。パチンカスだよな、本当に。多分ね、この前4万買って、その後1万5千円負けたから、2万5千円勝ってるはずなんだけど、それ溶かしたね、多分ね。うん。あ、面白いことや、本当に。でも、俺は嬉しいの。あのね、ニートからね、ファイナルニートから、あの、パチンカスに進化したから。外に出るようになったんだよ、ノンタンが。そんなに嬉しいことないでしょ。ニコ生でアイテム投げることが生きがいだったノンタンが、ついにパチンコっていうね、レベルアップしたから。うん、上級職にジョブチェンジしたんだよ。うん、でしょ？だから、次のステップに行く時期が来るよね、もうすぐノンタンはね。だから、ファイナルニートからパチンカスにレベルアップしたから、社畜とかさ、なんだろう。底辺って呼ばれる、なんだろうね。ブラック企業のニート、ブラック企業のアルバイトとかやるべきだよね、そろそろ。うん、すごい進歩だよ、うん。よく言うんだよ、のんたんが。ワドさん、ワドさん、私ね、リア充になってる、つって。かわいいでしょ。リア充になったんだよ、ワドさんって言ってね、よくくるくる回って遊んでるよ。なんかね、道路とかでくるくる回転し始めるから、のんたん。リア充だーとか言って。ほんと漫画みてえだなと思う。変わった子だよな。うん、まあ今頃ぐっすりだろうね。ほんとは可愛いよ、ほんとに。うん。面白いよ、あの子は。可愛いよね。可愛い。うん、顎が痛い。頭が回らない。あ、眠い。眠すぎる。何時間寝てないんだろうな。もう24時間ぐらい配信やってるね。24時間配信と仕事やってるね。バセリン、バセリンね。うん、のんたんと会いたい。キャサリンの気持ち、俺の中にいるキャサリンと今俺の気持ちがシンクロしてるよ。きついよな。私、義理の弟にすごく似ててずっと潜って見てました。あ、そうなの？義理の弟にそっくりなんだ。うん、イケメンですね。弟さんイケメンですね。うん。
なんかのんたん薬大好きでさ、なんかもうねビタミン C とかなんかいっぱい買ってくんのバセリンとかもすごいのよ。なんかねもうお母さんなの、ビタミン取りなさいって冬場肌荒れるわよってお母さんでね、やることが、うん、いらないから、母さんいらないから、家にあるから大丈夫だから、大丈夫、家にあるから、うちにあるから大丈夫、ばあさんいいの、孫に持たせなくていいんだよってわかる、あれあれだよね、これ正月のおばあちゃんの家に帰るとおばあちゃんの、おばあちゃんも母さんいっぱい、もう家にある新品のものを息子にいっぱい詰める現象あるよね、これない、みんなおばあちゃんのところに行くと親父とか送ら、お母さんいいの、大丈夫大丈夫、スポンジあるわよって、台所のスポンジ大丈夫、新品のお母さん使って大丈夫よってあるから、お母さん気使わなくていいの、大丈夫、たくあんもある、たくあんも売ってるわよっていいっつってんだから、母さん、母さんやめなよってあるでしょなんだろうね、あれなんで詰めるんだろうね、おばあちゃんって。もう、とにかく食べさせたいんだろうね。なんだろうね、あれね。ああ、うちの母さんそれやるんだ。なんかほっこりするよね。乾き物入れてくるんだよね。寝坊したくさんで、ね。車だから段ボールで持ってけるでしょって。いらないものをガンガンに詰め込んでくる。卵ボーロとかさ。レアなお菓子いっぱい詰まってんの。マドレーヌとか入ってんの。気持ちするやつね。うん。どう、すごいなっていうね。年寄りコーナーあるからね、ちゃんとね。なんだろうな、あれ。めっちゃわかるよね。くぅ。持ってきなさいってこう段ボールプ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 ル震わすんだから。うん、ボーロなかった、ばあちゃんの、ばあちゃんの入れる中にボーロなかった、ボーロあったんだけど、うん、あるよね、絶対あるよ、なんだろうね、おばあちゃんの、おばあちゃんの入れるものって何ある、他にボーロでしょ、乾き物でしょ、なんか干し椎茸とかだよね、うん、朝、火事から戻ったら終わってた、会えました、朝火事から戻ったら終わってた、会えました、俺テルチャンピンの話してんのちょっと待って、ちょっと待って。テルチャンピンと会えたどうかどうかの話してんのそれホットな話題じゃない。テルチャンピンと会えたかどうかの話は3世代ぐらい前の話、今日の中で言ったら。もうシーズン4まで行ってるから。テルチャンピンと会えたかどうかの話はね、もうすごい。あ、鮫島さんか。鮫島さん会えたよ。会えた。うん、サメさんか。そっか、びっくりしたわ。そこまで遡って俺話しないといけないのみたいな。あ、ゼリーじゃなくて、四角い寒天のゼリーない？ゼリーっていうかさ、あの、透明のフィルム貼ってある四角い寒天のやつ、年寄り、あ、ない？ちよ。わかるでしょ？これわかる人いる？四角いゼリーみたいな、羊羹みたいな寒天で透明のフィルム巻いてこうなってるやつ。食べられるフィルム。ねえ、それだよね。わかるわかる。年寄りね。あれうまいよね。あれどこで売ってんの？あれうまいよね。あれどこで売ってんだろう。和菓子なのかな？わかるよね。あれ名前わかんないよね、でも。どこの会社が作ってるメーカーかもわかんないし。あれうまいじゃん。あれ俺好きだよ。うん、ボンタン飴じゃない。ボンタン飴は四角いやつでしょ。じゃあボンタン飴に近いんだけど、もっとね、むにゅ、なんつうんだろうな。もっと切れる感じの歯ごたえ。スーパーにあんのあれ。あ、そうなんだ。うちのテトラ小分けの甘、あー、甘納豆ね。甘納豆あるわ。甘納豆あるわ。普通のスーパーに売ってんだ、あれ。ちょっとあれ買いたいな。あれさ、テルチャンピンが、テルチャンピンの荷物ここにあるから、テルチャンピン荷物取りに行って沖縄帰るときやろうか。これ持ってけ、テルチャンピン、これ美味しいからっつって、この中にいっぱい詰めるか。卵ボーロもっつって。いや、スポンジも新しいのあるから入れとくね。
テルチャンピンのバッグなんか沖縄に無駄な荷物持ってる。面白いよね。うん。それ面白いね。なんだこれみたいな。フルーツゼリーか。フルーツゼリーって言うんだ。うん。おばあちゃんのお土産セット。そういうさ、大人な遊びができるようになんないとね。そういう小ネタを仕込んでいかないとね、やっぱね。黄金と、黄金とあの、なんつうの、正六、なんつうの、六角形のやつでしょ。座薬みたいな形してるやつでしょ。あるわ、黄金と。あれ一番うまいんだよ。黄金とうまいよな。だからババアってうまいもん知ってんだよな。なんだろうね、おばあちゃんってうまいもん知ってるよな。甘露飴黄金と黒飴は鉄板。でもさ、年寄りの世代すごい増えてるから売れ行きすごいよね。おばあちゃんあるある楽しいな。おばあちゃんあるある募集しようか。おばあちゃんあるある。その、今回お土産編だったけど、おばあちゃんって可愛い、おばあちゃんとおじいちゃんって可愛いじゃん。何があるかな、他に。何があるかな、おばあちゃんってなんであんな可愛いんだろう。でもそうだよね。娘とか息子も可愛いけど、なんかその子供って可愛いよな、やっぱな。ミルクの国もあったんだ。ミルクの国あったかな。あ、ミルキーがあった。思い出した。うちのおばあちゃんミルキーだったわ。銀歯が取れるから食べさせないで、お母さん。ミルキーは銀歯が取れるの。この子銀歯入れたばっかりなの。お母さん、ミルキーだけは食べさせないでっつったのに、ミルキー美味しいからっつって俺の口にばあちゃん入れてたわ。で、銀歯取れるの絶対。絶対銀歯取れるの、ミルキー。あるよね、これ。ミルキーあるよね。これもあるあるでしょ。コンペイトはなかったな。遊びに行ったらなんか食べ物やたらと出してくる。なんだろうね、あのお腹いっぱい食べさせようっていうのは。戦争終わったんだけどな、みたいなね。食糧難はもうとっくに乗り越えたんだけどな、日本はっていうね。ニットいらっしゃいわ、どつ。詰め物取れたよね。俺さ、あとさ、ファミリーレストランにあった、新幹線のあの、新幹線のお子様セットどこ行ったの？パイン飴は鉄板だよ。パイン飴は未だに俺買うもん。うまいよ、あれ。あのさ、あの新幹線のなかった？オムライスに旗立ってるやつ。あれ食べなかった？子供の頃。あとさ、そごうのデパートとか、デパートの上に遊園地あったじゃん。遊園地。ああいうのなくなったよね。あと、デパートのとこに気球みたいな風船つけてなかったでっかいやつ、上りの旗と。ああいうの、どこにあるんだろう。今見ないよね。食べたよね、新幹線。なんか、いい時代だったな。懐かしい話たまんないよね。なんだろうね。なんだろうね。なんかいろんなもんなくなってんな、日本。なくなったよね。なんだろうな、ノスタルジックだな。オールウェイズの話、なんか、オールウェイズ三丁目の夕日みたいな話になってきたな。昭和後期の話ね。懐かしいな。じいちゃん死んじゃったしな。ばあちゃん二人。座れるベンチって何？上りの風船は今でもパチンコ屋のリニューアルとか上がってる。嘘、見たことないよ、俺。田舎の方だ、都内だから見ないのかな。昭和ってなんかいいよな。昭和ってなんかいいよな。なんか平成生まれの子供とかかわいそうに思わない。昭和って激アツだったよね。なんか浮かれてたよね、昭和って。群馬のパチンコ屋さん、新速、バレは上がるんだ。金髪の津田がつぶやいてた。なんてつぶやいてたの？金髪の津田って津田大介さんでしょ？
はい、こんばんは。ミオンさんいらっしゃい。どうしたの？金髪のつば、津田がなんて言う、つぶやいてんの？うん。和道面白いって。和道ナウって言ってた。津田が。絶対打たないよね。和道の放送ナウ。津田ってる？うん。都内上げても高すぎて見えなそう。無理だろうね。うん。もう高く上げても意味ないよ。全然。ちょっと待って。累計1000超えてるんだけど。まだいけるんじゃない俺。まだいけるんじゃないのこれ。まだいける？どうだろうな。いけ、ま、ねえ、なかなか累計1000はいいんじゃないの？だからなんだかんだ楽しんだもん勝ちだよな。俺ら。昭和激アツだよね。うん。ホームレスが座れないようにさ。はい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 。あのね、ベンチの、そういうことか。はいはい。ここにつけてんだよね。そう。取っ手をつけてんだよ。そうそうそう。千代、いい、そこ、そこ。うん。おい、くるりさんいらっしゃい。うん。このエコーは、気持ちが乗った発言をするときに使うエコーと、あとは、おい、バカ。だからよ、おめえはよ、分かってねえんだよ。おい。っていう、うなちゃんマンのモノマネ用だね。うん。米すごい読んでくれるから書きたくなる。もうバンバン書いて。もう好きなだけ書いて。ワドちゃん、リスワン頑張って。レモンさんいらっしゃい。バカありがとう。頑張るよ。うん。いけるかね。佐野のまんね。うん。そう。俺多分、でもぶっちゃけの話言うと、うなちゃんマンのモノマネ一番うまいの俺じゃない？他にいる？俺より上手い人いる？うなちゃんマンのモノマネ。俺多分客観的に見ても多分一番似てんの俺だと思うよ。配信者の中でうなちゃん、まあ、配信者以外うなちゃんマンのモノマネしねえわな。多分一番似てると思うんだよな。どうだろう。誰かいる？他に。うなのモノマネする人で。多分一番似てるよね。多分似てるよね、一番ね。うん。じゃあさ、ちょっとさ、BGM と佐野の画像を用意して、ちょっとさ、うなちゃんマンにってやってさ、釣ってみる？復活って。おい、ああ、いやまあ聞くなよ、とか言ってさ、やってみない？これ。うなちゃんマンの部長の画像を貼って、完全復活っていうタイトルで、ちょっとやってみる？いたずらで。どこまで騙せるかやってみる？どこまで騙せるかちょっとやってみない？いたずらで。うなちゃんマンの音楽ってどっから拾ってくんだろう？うなちゃんマンの音楽誰か知ってる人いる？ちょっと楽しそうだよね。BGM ジャズで。BGM ジャズで。ちょっと釣れるかどうか試したいんだけど。うん、すぐバレそうだけど、ちょっと遊ぼうぜ、俺らも。やってみようぜ。うなちゃんの音楽誰か曲名知ってる人いない？うなの音楽何回検索しても出てこないんだよね。いや、ちょっと楽しそうじゃない？珍味弾が来そうじゃない？ちょっと。うん。うなのフリートークをどこまでできるかって。うん。ちょっとやってみようぜ。いや、コメントはもうしないんじゃないか。ちょっと待って、画像引っ張るところからやるわ。準備しよう。うん、いけす、なんか面白そうだよね。あ、ありがとう。いるんだよな、どなたか。うん、ちょっと待って、聞いてみようか。さすがだよな、リスナーさん。なんでこういうの見つけてくんだろう。ダメだよ、うな喋ってんじゃん、これ。うな喋ってるよ。喋ってるじゃん。これただのうなちゃんマンの放送でしょ。ちょっと待ってね。2016年も残りわずか。これ。違うよね、ちょっと。これじゃなくない？これじゃないよね。
違くない？違うよね、これ。これ違う、これ違う。これ違うと思う。やっぱね、俺何回も探したんだけど、なかったもん。うなちゃんマンの。風船100個ありがとう、10個ありがとう。どっかいないかな。やっぱあの音楽じゃないと、うなっぽくないよね。なんかすげえかっこいいんだよね、あの音楽。どこにあんだろうな、うなちゃんマンの音楽。あれが欲しいよね。ちょっと待って、俺部長の写真を引っ張ってくるわ。とりあえず。とりあえず、部長の写真を手に入れないと始まらないから。もっとノリの、そうそう、シャッフルビートみたいなジャズなんだよ。どっかにないかな。ちょっと曲探せる人いたら探して、曲。曲探せる人いたらお願いします。部長の写真ねえな。部長の写真難しいよね。なんかねえかな。You don't what love is を当たりきたか。You don't know。 あ、違う、それじゃない。今聞いたのがそれ、今聞いたのがそれだから、ハズレの 曲だね、これ。これじゃないの。違うんだな。これじゃないの。やっぱね、だからネットには答えが載ってないっていう。本当に知りたいことはいつもインターネットには載ってないんだよ。俺らが本当に知りたいことはね、載ってないんだよ、インターネットには。なんだろうね、どっから引っ張ってくんだろうね。あの曲めちゃめちゃセンスいいよな。あの曲は神がかってセンスいいと思う、うん、ちょっと待って、アクティブ1000なんだけど。もう諦めていいっすか。もう諦めていいっすか。ハルさん、アクティブ1000なんだけど、諦めていいっすか。心折れるわ。じゃあもうこれ決定だでしょ、こんなの。アクティブ1000なんかいかねえよ、バカ。あ、だいぶマジかよ。もうこれ無理でしょ、これ。いや、ダメ。諦めたらそこで終了。まだ生殺し？もう見たくなかったわ。もうこれ終わりだわ、終わり。これも決定。だってもう600離されてんの。600離されてる時点でアクティブ戦だよ。もう無理しろ。マジかよ。いや、もうこれはね、これはね、逆転ねえな。逆転ねえパターンの。無理無理。もう無理。2位狙いさんいらっしゃい。小手半が。寒い思いしたけど今日は無理だな。まあそうだな。明日。やり方汚ねえよな。くそー。くそー。ああ、そうなんだ。金杯が今始まった。今月のどれかで頑張る。なんか超悔しいな。わあ、これもう絶対台本だよね。これ絶対、あ、パフェありがとう。そうだね。3人楽しめてよかったけど、これ絶対 100% 台本だよ。もう断言するわ。これは、これを台本と言わないで何を台、俺は台本してないよ、今日。俺全部リアルだよ。台本書けるようになりてー。金梅さんみてえに面白い台本考えられるようになりてーよ。やっぱね、配信台本ありきだよ、うん、そう、台本ありきですよ。台本がない舞台なんかダメですよ。プロレスだから。考えてるね。いや、台本でしょ。これで台本じゃなかったら天才でしょ。これで台本じゃなかったら天才だよな。
三枚目光呼ぶしかない。役不足だわ。役不足だわ。光くんがどうにかできるレベルじゃねえわ、これ。仕事ずるした意味なかったな。仕事ずるして、海に入って、ちょっとね、俺酒やめたけど今日は飲みたい。今日は飲んで号泣したい、俺は。飲んだくれて、もう朝5時ぐらい、あーっつって、もう配信なんかやらねえよーっつって。あいつら全然俺の面白さ分かってねえって言いたい。まあそれもね、思い出ですよ。この悔しさをバネにね。この悔しさをバネにね。くそ。悔しい。テルチャンピンがいるぞ。役不足だわ。え？ヘリコプター？なんだこれ。ヘリコプター？え、何？なんでヘリがいんの？ちょっと待って、ヘリコプターの音がする。あ、さっきのサイレンと関係あんのかな？ちょっと外見てくるわ。あ、ヘリコプター遠くに行ったわ。え？ヘリコプター遠くに行ったわ。ただヘリコプターが通っただけでした。ヘリコプターが通っただけでーす。いや、さっきのサイレンもあったから、なんか大事かと思って。はい。たった今、我が家の上空をヘリコプターが通りました。日が悪い。金橋さんも始まった。そうだね。今日はちょっと厳しいね。正直言うと。スクワット。ありがとうございます。さっき多分3回コンドームマンやってる時に3、4個あったから20回やります。ニットンありがとう。1回。2回。3回。4回。5回。6回。7回、8回、9回、あれ？ 10 回、25回いきます。11回、12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、35回やります。19回、20回、21回、22回、23回、24回、25回、26回、27回、28回、29、30、そうなんだよね。31回、32回、次のネタ考えないとな。33、34、35。ありがとうございます。いや、スクワットももう違う。痛い痛い痛い。
あ、切れた。ういっす、何年配信してんだよ。無理っす。あんた無理っす。あんた一人では中堅以下や。すごい筋力。関取みたいな体になってきたからな、最近な。関取だよ、本当に。関取にいそう俺。昔さ、子供の頃寺尾に抱っこされたことあるんだよね。寺尾超かっこよかったわ。そうだな、それでも黙ってスクワットだな。ハチありがとう。よいしょ。ていうかさ、海行った時のさ映像見てもらったら分かるけど、太ももだけ発達してたでしょ。ありがとうございます。すごい太もも筋肉発達してたでしょ。花火ありがとうございます。1回2回3回4回5回ありがとうございます。寄り目が気になる。俺が一番気になるわ、うん、腕立てにしたら腕バッキバキになるだろうね。ていうか多分ね、俺の今の腕じゃ支えらんないと思う、俺の体重を。はい、こんばんは、リーさんいらっしゃい。じゃあ、あと25分、うん、どうしようかな。もう今日放送終わりにするしようかな。うん、正直ね、今日ね、粘って12時まで配信やってもぶっちゃけ無理。ぶっちゃけ今日は無理です。すいません。明日以降頑張ります。その方が絶対いいと思う。反復横跳び。この部屋、狭い部屋で。反復横跳び。こんばんは、プロフに載ってる URL 飛ばした指定された。あ、ごめんなさい。今ね、サーバー払ってないんですよ。サーバーの料金払ったら復活するんで。もうちょっと待っててください。すいません、にゃんこさん。今日ちょっとね、撤退するわ、俺。うん。のんたん、あれ？起きてたの？のんたんいらっしゃい。今日は、ちょっと引くわ。うん。引き際も大事だなって思うよ。うん。ごめんね。せっかく、ホームページアクセスしてくれたのに。申し訳ない。実力不足でした。諦めます。諦めます。のんたん起きてたね。起きてたんじゃなくて多分、うん。残念だけど、明日仕事行って、そっから頑張るようにする。うん。申し訳ない。寝る。本当にすまん。うん、まあ、俺らしい、俺らしいっちゃ俺らしいかもしんないけど、うん。これ粘ってもダメ。うん。3時間で多分ね、4000ぐらいつけないと無理。俺の予想言うね。俺の予想言うね、ハルさんの今日の閲覧の合計、リスワンの数字なんだけど、俺の予想7800はいく。7800いきます。これビタでいくと思うから。7800。要は今日の12時の数字、7800で1位取る。俺が叩き出せる記録じゃない、こっから。うん。銭湯行ってから寝るよ。寝る前に花火ありがとうございます。ごめんね、みんな。1回絶対取るから今月。うん、2回3回8000コースかな、4回8000かな。
8000はいかないと思うよ。金梅さんで9000だから。いかないと思います。絶対いかない。花火ありがとう。ええー。一回ゆっくり休めよ。ごめんね。みんな応援してくれたのに。はい。3回。4回。ごめんね、みんな。5回。エリちゃん、ありがとう。3、4、5。ありがとうございます。はるさんは、多分8センチ近く、7300? なんつったっけ、俺忘れちゃったよ。うん、頑張るわ。じゃあ、フォローしてくれた人。じゃあ、最後に告知だけさせてください。まず、ツイッターから。ツイッターのフォローあと2人で、ツイッターフォローあと2人でですね、フォロワー数が500いくので、ぜひツイッターフォローしてください。で、次に Facebook ですね。Facebook、1日30人以上の人が、友達になってくれてます。5000人限定ですので、もし Facebook やってる人で友達になりたいっていう人がいたら、キャンペーンやってますので、こちらの方に登録してください。Facebook 友達申請受け付けてます。続いては、YouTube。YouTube のアカウント、チャンネルやってます。今日の海に入った動画も、スタッフの匠さんが動画編集して上げてくれますので、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。最後に、ふわっちで頑張って放送してますので、みんなで一緒にふわっち盛り上げましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみ。みんな大好きだよ。ありがとう。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。